魅惑の金プリヒラの仕様のダンス、解剖。プロ講師が個性あふれる、月読み、振り付けを徹底解説。2018年5月、シンデレラガールという王道のアイドルソングで鮮烈なデビューを飾ったキングピンス以下、金プリ。 その後、19年4月発売のサードシングル、君を待ってる、までは王子様路線をひた走っていたが、同年6月発売のファーストアルバム、キングピンスのリード曲、ノーティーガールから路線変更。キックホップ系のクールな楽曲も増えた。その後、彼らはアメリカ・ロサンゼルスで武者修行。キックホップの世界大会で優勝経験をもつメルビンティーム・ティーム氏や、 ブルーノ・マーズの振り付けで有名なフィルタイヤ氏から指導を受けダンススキルを磨き、メルビン氏が振り付けを行った21年5月発売のセブンスシングル、マジック・タッチで、その成果を発揮。徐々にパフォーマンスが注目を集めるように。 そして昨年6月に発売したフォースアルバムメイドインのリード曲1番の MV が公式 YouTube チャンネルで公開されるや否や高難易度のダンスが大きな話題を呼んだ。同曲の振り付けをした BTS や TWICE なども手掛ける世界的ダンサーリンハタシーを同年11月発売のイレブンスシングル月読みでも引き続き振り付けを担当。 さらにレベルの上がった5人のダンスは、今やジャニーズファンのみならず、プロのダンサーからも高い評価を得ている。そんな彼らのダンスの魅力はどこにあるのか。今回は、渋谷新宿横浜を中心に、キンプリをはじめとするジャニーズアイドルから、K-POP、三浦大地、アムロナミエラのアーキストのカバーダンスを教えているダンスインストラクター、パーストーンの由美、亀田由美子。 先生に、キンプリのダンスの特徴をご解説いただいた。キングピンスの一番、月読みは、単に真似するだけでは表現しきれない。ユミ先生は、キンプリをはじめ、様々なアーティストの楽曲を生徒さんに教えていますが、取り上げるアーティストや楽曲はどのように決めていますかユミ氏以下、ユミ、基本的には、生徒さんからのリクエストに基づいて決めています。 以前は、アムロナミエさんの曲を踊りたいという人が多かったのですが、その後、嵐の楽曲に関する要望が増え、スノーマンが20年1月に CD デビューしてからは、彼らのレッスンがレギュラー化していますね。キンプリも、激しいダンスで注目されるようになってからリクエストが増え、一度に20ケラ30人の教えています。 生徒の年齢層は20ケラ40代の方が多いですが、50ケラ60代の方もいらっしゃいます。私のレッスンは基本的に大人のペースで進めるので、小学生の参加はダンス経験者のみに限定していますが、最近は小学生も参加してくれます。男女比は圧倒的に女性が多いですね。レッスンをするにあたって映像を見て振り起こしをされるかと思います。 キンプリ楽曲のダンスの印象についてお聞かせください。ユミデビュー曲のシンデレラガールはキラキラした王道のアイドルソングっていう感じでキャッチーな振り付け。特に手振りが多いのが特徴です。この曲は全員で綺麗に振りを揃えるという点が大きなポイントかなと思います。なおシンデレラガールはダンス経験はないけど真似して踊ってみよう。 という人が多かったように思いますが、メルヴィン氏が振付を担当したマジックタッチ以降はダンス経験者からも注目を集めるような高度なダンスに変わってきました。一番になるとメンバーそれぞれの個性も出てきましたし、デビュー時に比べるとグループ全体のダンススキルが上がっているのが目に見えてわかりますよね。表現の幅もぐんと広がった。 いい意味でジャニーズっぽくない楽曲だなと感じます。最新曲の月読みはアップテンポのメロディーから想像する以上にダンスが激しく驚きました。振りの手数がより多く、ステップも細かい。実際のレッスンでは特に感想でみんな苦戦して悲鳴が上がっていましたね、ショー。 レッスンの際は、生徒さんそれぞれに好きな担当メンバーの振り付けを指導して踊ってもらうこともあります。一番や月読みのダンスは、単に振りを真似するだけでは表現しきれないので、曲に乗せることや動きの角度などもアドバイスするようにしています。キング・アピスメンバーのダンスの魅力をタイプ別チャートで分析。 これまで様々なキンプリ楽曲をレッスンで扱ってきたというユミ先生ですが、メンバーそれぞれのダンスの特徴はどのようにお考えでしょうかユミまず、平野志耀くんのダンスの魅力は何と言っても、自分の体を最大限に活かしたダンス。一番ではまず首がよく動いていますし、動きの可動域最大限の振り幅を端から端まで。 体力を惜しまず使うダイナミックなダンスは、そもそもの体幹や筋力がしっかりしているからこそできること。力を入れたり脱力したり、緩急のつけ方も独特で素晴らしいし、一番や月読みのようなワイルドかつセクシーなダンスが似合いますよね。長瀬恋くんは一つ一つの振り付けを丁寧に踊っていて、色気のある滑らかな動きがうまい。 元々ダンスに苦手意識があったようですが、今では全くそれを感じさせませんし、全体的にレベルが高いキンプリにいるからこその悩みだったのかもしれませんね。力強さというよりは、セクシーさを感じる楽曲で独自の魅力を発揮する気がします。幼少期からヒッツホップダンスを習っていた高橋海人くんは、 コンテストで優勝した経験もあり、元々の実力が高い。一番を見ると他のメンバーよりも細かく動いています。表情というより顔自体もよく動いていて、表現力が圧倒的。デビュー初期は本人のキャラクターも相まって可愛らしい爽やかな楽曲も似合っていましたが、 彼の本来の持ち味が出るのは、一番や、月読みのように、ヒッツホップテイストのダンスでしょう。岸優太くんは、自分なりの見せ方を持っていると思います。歌番組でパフォーマンスしているのを見たときに、独特の間を使って表現しているところに色気を感じました。力強さも持っている方なので、月読みのように、ワイルドかつセクシーなダンスが似合います。 人従事ゆ太くんはデビュー時に比べてダンスの表現力がかなり上がっていて特に月読みで踊りの変化を感じました。長瀬くん同様に踊り方が丁寧で癖がないので振り起こしの際によく参考にしています。彼はどの系統も似合う幅が広いタイプだと思います。 図に示すとやや偏りがある結果となりましたが、様々な経験を重ね、デビュー時のフレッシュで爽やかなイメージから一変し、今では大人の魅力が感じられるダンスに変わってきたのではないでしょうか。